皆様こんにちは、数学ラブです。速さの計算と出会い算と旅人算を数学するの SPI 編で、今回は応用編の問題24番を実際に解いてみましょう。ちなみに私は就職活動中の大学生の方や転職を考えている社会人の方のお役に立てるようSPI の動画を投稿しています。また学校では習わないようなことも含めた面白数学動画を投稿したり、数学問題解法の豆知識をショート動画として投稿しています。よろしければ高評価チャンネル登録をお願いします。問題です。階段90段を使って姉妹で上り下りすることにした。姉は90段上るのに60秒かかり、妹は90段上るのに90秒かかる。問1です。妹が20段前からスタートしたとき、姉は何段目で妹に追いつきますか？問2です。問1後、さらに姉が折り返して下るとき、再び妹と出会うのは何段目ですか？問3です。姉妹同時に90段登るには妹は何段前からスタートすればいいですか？問1の答えは60段目、問2の答えは84段目、問3の答えは30段目となります。ではなぜそうなるかを見ていきましょう。まず問1からです。姉は90段登るのに60秒かかるということですので、その速さを求めると90段割る60秒で秒速 1.5 段と求めることができます。一方妹は90段登るのに90秒かかるということですので、90段を90秒で割ってあげると秒速1段と求めることができます。問1は、妹が20段前からスタートしたら姉は何段目で妹に追いつくかということですので、これ旅人算の問題なんですね。ですので2人の間の距離は今20段ですね。20段を2人の速さの差ですね、お姉さんの速さから妹の速さを引いた値で割ってあげればいいですので、40秒後にお姉さんは妹に追いつくということがわかります。じゃあ、今求めるのは何段目で妹に追いつくかということですので、40秒後にね、どこにいるかということを求めると、まずお姉さんから求めると秒速 1.5 段で40秒後には、60段目にいるということがわかりますし、妹から見てみると、スタートの時もすでに20段上がっていますね。20段の位置にいて、秒速1段で40秒後にどこにいるか、を計算すると同じく60段目と求めることができます。では問2を見ていきましょう。問2は、問1後、さらに姉が折り返して下るということなんですね。ですので姉が90段一番上まで登った時、妹はどこにいるかを計算すると、問1からもうすでに60段目にねいるということが分かっています。そしてお姉さんは90段登るのに60秒かかると言っていますので、この60秒から先ほどこの60段目に来るには40秒かかっていますから、この40秒ね引いてあげる、つまり20秒でお姉さんはこの60段目からね、一番上の90段まで行ったということが分かりますので、その間に妹はどこにいるかを計算すると秒速1段をね、かけて、もともといた60段に足してあげるといいですので、80段の位置に、姉がね90段登った時にいるということが分かります。じゃあここで折り返してですね、お姉さんが折り返して再び出会うというのは出会い算の計算になりますので、90段から80段を引いた、これが2人の間の距離になります。これを2人の速さの和で割ってあげればいいですね。出会い算ですからね。
そうすると4秒後に出会うということがわかります。じゃあ、今それが出会うのが何段目かと聞かれていますので、お姉さんの方から計算すると、折り返した時90段にいて秒速 1.5 段で、4秒後、下っていますのでね、これ引いてあげると84段目にいるということが分かりますし、妹から計算すると、80段目にいて、その4秒後どこにいるかというと秒速1段 ×4 秒後ですので同じく84段目にいるということが分かります。では問い3を見ていきましょう。姉妹同時に90段登るには妹は何段前からスタートすればいいかということですので、妹の速さは90段をね、登るのには90秒かかるということですので秒速1段ですよね。ですから、最上段が90段ですので、そこから妹の速さ秒速1段 ×60 秒、この60秒はお姉さんは90段登るのに60秒で行ってしまいますのでね、じゃあ60秒の間に妹がどこにねいるか、その分を引いてあげると30段残りますよね。ですので、スタート地点をね30段目にしておけば、姉妹同時に90段登ることができるということで、問いさんの答えは30段目と求めることができます。では速さの問題のまとめです。速さの公式はじきを頭に入れて解くことができましたか？時間、分、秒の単位変換はできましたか？キロメートル、メートル、センチメートル、ミリメートルの単位変換はできましたか？速さの計算はこれらを頭に入れて解いていただければバッチリ解けますので、ぜひ頭に入れてくださいね。ではまとめです。出会うまでの時間を初期の日点間の距離割る速さの和で求めることができましたか？時間の単位変換はできましたか？長さの単位変換はできましたか？これらをしっかり頭に入れて解くようにしてくださいね。ではまとめです。追いつくまでの時間は初期の日点間の距離を速さの差で割って求めることができましたか？時間の単位変換、距離の単位変換はしっかりできましたか？これらをしっかり頭に入れて解くようにしてくださいね。いかがでしたか？今回は SPI 編、速さの計算、出会い算、旅人算の応用問題24番を実際に解いていただきました。今回の問題では距離が階段の段数で表されていましたね。それを利用してうまく解くことはできましたか？この動画に対するコメントやご質問、ご意見などもコメント欄から受けたまっておりますので気軽にお寄せください。 X もやってます。そしてこの動画がいいな、面白いなと思われた方は高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。